戦後、日本の復興と経済成長を支え、今日も旅行や出張などに欠かせない新幹線。その技術のルーツが人間爆弾と呼ばれた戦時中の特攻兵器にあることはあまり知られていません。時代に翻弄され、無謀な兵器の開発に加担した後悔を胸に、戦後の復興を支えた一人の技術者がいました。三木忠直は日本の海軍軍人、最終階級は海軍技術少佐で、航空機技術者、鉄道技術者、新幹線の開発者です。飛行機を作ることが夢だった三木は大学卒業後、海軍航空技術省に入り、飛行機部設計課に配属されました。30代の若さで、不正室の名機と言われる高速爆撃機銀河の設計担当主務を務めます。しかし戦局が悪化していた1944年昭和19年、上官に命じられ設計したのが桜花でした。桜花は短座で全長6メートル、総重量2トンでエンジンはなく、1.2 トンの爆弾を機首に装填し、母機から切り離された後、ロケット噴射によって時速600キロメートル以上で艦船に突入する特攻兵器でした。着陸装置はなく、一旦出撃すれば生還は不可能で、人間爆弾とも呼ばれました。三木にとって桜花の設計は決して望んだことではありませんでした。パイロットが必ず死ぬ飛行機を作るなんて技術への冒涜だ。上官から設計の構想を聞かされた当初、三木は強く反対しました。しかし上位下達の軍では拒否することは許されず、設計主任として試作機を完成させたのでした。終戦直後の三木の手記には次のように記されています。記憶をたどるだに胸は痛む。本機を使用することは愚の愚である。あまりにも命を軽んじすぎた非科学的計画。桜花は終戦までに755機が生産され、55名が特攻して戦死したとされています。1945年昭和20年8月終戦、戦時中に特攻機を設計して若者たちを死に追いやった在籍の念から、すでにクリスチャンであった母親と妻の勧めでキリスト教に信仰を求め、洗礼を受けました。戦後は純然たる平和産業と考え、国鉄の鉄道技術研究所の技術者に転身します。後に三木は、とにかく戦争はもうこりごりだった。だけど自動車関係に行けば戦車になる。船舶関係に行けば軍艦になる。それでいろいろ考えて、平和利用しかできない鉄道の世界に入ることにしたんですよ。と語っています。鉄道技術研究所で三木は、鉄道技術者の松平忠、川鍋一と運命的な出会いをしています。1957年昭和32年に、東京大阪間3時間への可能性という鉄道技術研究所創立50周年記念講演会で、三木は航空機のような流線型を電車にも取り入れることで速度は大きく向上させることができるという航空機に携わっていた技術者らしい意見で、新幹線の可能性について講演をしました。この講演会にて、松平忠が乗り心地と安全について、川鍋一が信号保安についてを講演しています。松平は海軍でゼロ戦の振動の改良に携わっており、川鍋は陸軍で機雷探知機などの研究をしていました。彼らもまた自らの技術を戦後の復興、そして平和のために役立てたいと考えていたのです。三木らは当時7時間半かかっていた東京大阪間を3時間にすることが技術的に可能であることを力説しました。その主張が当時の国鉄総裁十河信二の目に留まり、新幹線は国を挙げてのプロジェクトになります。こうして三木は新幹線設計事業に携わってゆきます。開発には航空機開発の技術が余すところなく注入されました。三木は美しいものは早いというポリシーを持ち、航空機の設計経験を生かし、
低重心で流線形をした軽量車体を作ることで鉄道の高速性は大幅に向上すると確信していました。まず第一に空気抵抗の少ない流線形の車体が粘土細工によって幾度となく試作されました。実験を繰り返し空気抵抗が従来の車両の半分になったとき、あの団子っ鼻のゼロ系になっていたのです。こうして時代を先取りした新幹線の先進的フォルムが完成し、出来上がったのが新幹線ゼロ系電車でした。松平は新幹線用台車の設計実用化に貢献、新幹線の空気バネの主要開発を行い、川鍋はレールから受ける低周波の信号で列車速度を自動制御する自動列車制御装置 ATC を開発しました。1962年昭和37年10月31日の走行試験で時速200キロを達成。その5ヶ月後の1963年昭和38年3月30日には最高時速256km を記録しました。これはこれまでの日本の鉄道業界に大きな転機を与え、新幹線は日本が復興し高度経済成長を遂げるのに大きく貢献していくのでした。新幹線ゼロ系は1964年昭和39年の開業から44年にわたって運用されましたが、2008年平成20年11月30日に定期営業運転を終了。12月14日のさよなら運転をもって営業運転を終えました。50年以上にわたる新幹線の歴史の中で、車両や線路の施設や設備の異常、運行側の不手際等に起因する乗客等の死亡事故は一度も発生していません。この事実は新幹線の安全神話として語られています。後年に三木は技術への熱い思いをこう語っています。技術は本来的に人を幸せにするものだ。絶対にそうでなくてはならない。三木は新幹線の他にも小田急ロマンスカーやモノレールなど数々の鉄道車両の設計を手掛けました。2005年平成17年4月20日に95歳で亡くなっています。あなたにも先人の声が聞こえます。